とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、無限ダイナモが切れない方法、やってみたいと思います。これね、最初に言っときますと、結構難しいです。結構難しい。でも、これができるようになったらば、無敵です。むちゃくちゃ強くなる。絶対強くなるよ。まあ、俺も、成功率としては、60% から 70% ぐらい、それぐらいしか成功しません。まず無限ダイナモについて説明すると、武器、壊れた装ブレード、もしくは機械化装ブレードにダイナモをつけてください。で、ダイナモって一回攻撃すると消えちゃうんだけども、釣り竿を装備して連射器で釣り竿を押しっぱなしにします。そうするとこういう風になりますよね。で、ここで武器を振ります。そうするとこんな感じになって、攻撃をするとこんな感じです。ダイナモがずっと一生続きます。ただ機動力が全然ないのよ。羽でしか動けないので、ちょっとね、機動力に欠けてる部分があって、それをなんとかしたかったんですよね。で、普通にこれ攻撃を終えるじゃない。そうすると、ダイナモ、そして痛みサイクル、それも消えちゃうよね。でもこれ消えない方法があるんですよ。ちょっと説明しますね。痛みサイクルとダイナモつきました。では、やり方説明する前に、実際お見せしますね。ダイナモ、痛みサイクル、受限がついてます。で、攻撃をやめると、もちろん切れてしまうんだけども、切れません。やり方分かったかな。ちょっと分かりにくかったかもしれないですけども、説明しますと、攻撃をしますよね。そうすると熱くなりすぎた装ブレードっていう表示が出て、ガシンガシンって壊れるじゃないですか。そのね、ガシンって壊れる瞬間、この熱くなりすぎた装ブレードっていうのが出た瞬間にボタンを全部離す。全部っていうか、釣り竿と攻撃ボタンだよね。それを同時にタイミングよく離すと、ダイナモと痛みサイクルは消費されません。こんな感じです。難しいよ。結構タイミングは若干シビアなんだけども、まあ今のところ俺は成功率 60% か 70% ぐらいです。まあ、これを 100% できるようにマスターすれば、マジで最強になります。やっぱりこのね、無限ダイナモの装ブレードは、機動力が問題だったのよ。その機動力をこれで解決できるようになるので、めちゃくちゃ強いです。まあまあ、こういう風にね、普通の段差とかを、こう、羽で行きにくい段差があるのよ。そこを普通に行って、そして攻撃だよね。ここら辺の敵を、まあ、一掃しました。そして、あはははは、難しい。そこでうまいこと、この無限ダイナモを継続する裏技をやっていくといいです。まあ、とにかく、難しいです。ちょっともう一回やってみよう。いけー。そして、ダメージを与えて、敵を倒しました。ダイナモをそのまま継続で場所を移動して、で、またここで敵を倒す、継続移動、ああミスった。で、何してんので、また敵を倒す、で、倒し終わりました、継続、あ、できない。まあ、とにかく難しくはあるんですけども、慣れると多分 100% できるようになると思います。はい、頑張って練習してみてください。俺もまあできるだけ練習していきますので、よろしくお願いします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。